ちは、ニニ K です。こんにちは、カジュアリーセンデーの外国人サポです。今天我们将在主场迎战福冈黄蜂、アビスパ福岡。アビスパ福岡戦は J1 リーグの第17節です。先月は2対1でアディショナルタイムでゴールを決めて勝ちました。素晴らしいの試合ですね。今日も勝てほしいです。でも、アビスパ福岡の守備はすごく強いですね。タックルとか、インターセプトとか強いです。あと、うちのチームの中で何人かイエローカード2つを持てる。これも厳しい。行くぞ。今日テイバーのバカスさん、こんにちは。こんにちは。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。すいません、嬉しい。おめでとう。ありがとうございます。いただきます。ありがとう。はい。ありがとうございます。今日の試合ね、注目の選手は誰ですか。今日はどうするか。これは本当いつも難しい課題で、でもやられてるんじゃないですか。だからとりあえず私個人としてはアビスパの今野をどう抑えられるかっていうところは注目してますけどね。そういうことか。いつも毎回今野さんにやられてる。やられてる。だから1でいうとジエゴの位置、あそこの位置をどう抑えられるかっていうのは注目してますね。こっちがやる方はサビオで、サビオだよね。やっぱサビオが頑張ってもらわないと。そうですね。はい、そうですね。あと勝敗予想も。ああ、これはだから当たんないから。当たんないんで、じゅんさんは。はい、もう、それはもう、俺は2-1で。ベターできたな、お前。最近高望みしないんで。1-0 で行こうか、今日はじゃあ。1-0で、1-0で。じゃあ、まもなく夏の移籍ウィンドウ、移籍して欲しい選手いますか。来てもらうってこと。そうです。来てもらう、柏に来てもらう感じ。そうです。どうですか、外人。この間も言ったけど、今いる選手で頑張る。はい、今いる選手がちょうどもう本当に頑張ってもらえる選手が来てもらえたんで。はい、いつからレーソ、柏レーソルを応援してますか。生まれたところが柏市で、親の影響もあって21年間ずっと柏レーソルサポーターです。ありがとうございます。今日の試合で注目の選手は誰ですか。今日スタメンに選ばれた宇野木選手に今日は期待したいと思います。ありがとうございます。勝敗予想もお願いします。今日は強気に4-0でお願いいたします。はい、ありがとうございます。まもなく夏の移籍ウィンドウ、移籍してきてほしい選手いますか。そうですね、長らく細谷選手が、海外に行ってしまうんじゃないかっていう噂が立っているので、細谷選手の後釜といいますか、の助っ人のフォワードが来てくれたら嬉しいですね。はい、こんにちは。今日の試合で注目の選手は誰ですか。10番のマテウス・サビオ選手です。はい、はい、あと勝敗予想もお願いします。3-1でレイソルで。 ありがとうございます。はい、こんにちは。あといつから私はレイソルを応援してますか。私はもう何年だろう、1996年、7年ぐらい、もうできた時からもう来てます。こっちにまだカレカとかがいた頃から来てます。ありがとうございます。今日の試合で注目の選手は誰ですか。いつも注目ですけどサビオに期待したいですね。好きな選手は誰ですか。サビオです。サビオですね。はい、ありがとうございます。じゃあ今日の勝敗予想もお願いします。そうですね、頑張って2-0くらいで勝ってもらいたいです。はい、ありがとうございます。まもなく夏の移籍ウィンドウなんですけども、移籍してきてほしい選手いますか。今ディフェンスラインちょっと弱いんで、センターバックできるいい選手来てくれたら嬉しいなとは思います。ありがとうございます。ヒートの元ついてる選手の名前今来ますね。あ、これ、はい、あ、これね。はい、来ます。はい、シュート、シュートマオ、マオ、はい、マオ。あ、木下。あ、
私はもう今日マオで、あのこっから行っちゃうんで、また、うん、日本代表行っちゃうんでマオに、うん、はい、スピード島村、あ、島村ですね、縦目大事なんで、うん、はい、ドリブル、これも島村、これも島村入っちゃいますね、やはり島村ですよね、うん、アシスト、サービオ、うん、はい、タクル、あ、私個人いいですか、いいよ、さっきワンちゃん結構好きなんで、うん、ワンちゃんのタックルはもうワンちゃん太陽のこのタックルはみたいですね、カバーリングと、うんうん、ボランチで潰してもらいたこと言ったら白井も頑張って、うんうん、そうですね、1枚前で買ってもらってね、うん、タックルね、うん、うん、まあ、基本前からいってほしいですよね、やっぱり、うん、はい、じゃあサッカー IQ を、サッカー IQ か、でもいろいろ考えてるのは、私個人としてサビオがやっぱいろんなもう視野が広いんで、オールで、うん、試合で言ったらやっぱサビオ、うん、サビオです、サビオ、うん、視野が広い、うん、サッカー IQ はやっぱ高い、そうです、はい、じゃあ行けます、シュート細谷選手、スピードも細谷選手、ドリブル、島村選手、アシスト、マテウス・サビオ選手、タクル、犬飼智也選手、はい、サッカー IQ、 サッカー IQ もマテウス・サビオ選手で、 ありがとうございます、はい、行きます、はい、シュート、細谷かな、はい、じゃあスピード、スピード速い選手ですよね、うん、何とも言えないな、うん、これ全部実は細谷じゃないですかですよね、ドリブル、うん、で、あ、うん、でもアシストってなるとサビオとかもいるし、他にも選手いっぱい出てくるけど、うん、タックル体の強さで言ったらやっぱ細谷ですもんね、はい、サッカー IQ はサビオにが強い気がするけど、もうサビオですか、あ、もう、まあ、正直全部言うならばサビオじゃない、あ、ちょっとサビオか細谷かどっちかかなっていう、はい、あと、うん、もちろん強いですけど、あと後ろだと、ジエゴとかも強いけど、うん、うんうん、そんな感じですかね、はい、じゃあ高IQ は誰ですか、IQ はもうみんな高いですよ、リソン選手はありがとうございます、欲しいのは勝ち星一つ、今日も絶対に勝つぞ、やるぞレイソル、行くぞカエラ、you
Thank you.
今日の試合は終了しました。0-2 で、アビスパ福岡に負けました。这两场比赛是我们卡西沃雷苏鲁的至暗时刻。两场比赛我们没有一个进球，并且丢了六个球。まとめて6点決められました。我们的净胜球就已经到达了负六个净胜球。勝ち点も変わらず12位に下がりました。厳しいで、ワンちゃんも怪我したんですね。心配してますよ。でも、高見ね、今日は高見は復帰しました。よかったです。接下来 J リーグ的比赛也都是劲敌，大阪ガンバ、大阪ガンバ、还有广岛。都是非常强劲的对手，希望我们能够在此期间做出调整，拿下比赛。接下来我们一定会越挫越勇。中文有一个成语叫百折不挠，日本語でもあるこの言葉、七転び八起き。七転び八起きという言葉もあります。